ソビエト連邦を切って、ディミトリエ・カンテミール、1973年ディミトリエ、カンテミール・ユリウス歴1723年8月21日は、モルダビア生まれの文人、学者で、モルダビア公。タタール系の血を引くモルダビア貴族、カンテミール家の出身で、父コンスタンティン・カンテミールと、兄・アンティオフ・カンテミールは、モルダビア公を務めた有力者であった。ディミトリエは、 モルダビアのヤシで、言語、文学、歴史の教育を受けた後、1688年から22年間をイスタンブールで過ごした。イスタンブールでは、スルタンが不明と二世に才能を愛され、東洋の諸言語と文化、音楽を学んだ。1710年、アニ・アンティオフの後を継いで、モルダビア校に任命されイスタンブールを離れるが、 翌1711年に始まったロシアとオスマン帝国の戦争においてオスマン帝国を裏切りロシアのピョートル一世に降伏した。しかしこの戦争はピョートルの大敗に終わりモルダビアを含めた占領地はオスマン帝国に奪還されてしまったためカンテミールはロシアに亡命生活を余儀なくされた。カンテミールはロシア貴族の待遇を受けて余生を送り 1723年にハリコフで亡くなった。最初の妻カッサンドラ・カンタクゼネとの間に、次男カズメが、2番目の妻アナスタシア・トルベツカヤとの間に、カズメがあった。ディミトリエ・カンテミールは語学の才能に優れ、ルーマニア語のほかラテン語、ギリシャ語、トルコ語、アラビア語、ペルシア,シア語、ロシア語、スロベニア語、ハンガリー語、ドイツ語、フランス語、 イタリア語を完全に習得していたと言われる。カンテミールは諸学問に通じ、古国モルダビアルーマニアに関する歴史書、地理史、哲学書など多くの著作を残した。東洋の歴史と文化に対する造形も深く、カンテミールの著作の中でも最も有名なものはラテン語で表され、西欧に紹介された最初の体系的なオスマン帝国に関する歴史書となった。 オスマン帝国の勃興と衰退である。同書はモスクワに移ってから書かれたが、1734年に英語、1743年にフランス語に訳され、西欧に広く紹介された。オスマン古典を音楽の作曲者としても知られる、40曲ほどの作品がある。アラビア文字を利用した独特の文字楽譜によって、約40の自作曲を含む350余りの 企画曲を財布した文字による音楽の知識の章トルコ語で表してスルタンに検定した。彼の考案した文字符は画期的なものだったがトルコにおいて広まることはなかった。ありがとうございます。